はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の6月14日の水曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日は6月の14日の水曜日ということですね。で、今日ですね、朝職場にこの来る途中にですね、自分なりに頭を動かしながら、まあ、そしていろいろと考えて、頭に浮かぶことをですね、まとめてみた言葉についてはですね、自分で自分自身の動きをですね、適度に見慣れることとですね、自分自身で自分の声をですね、適度に聞き慣れることは思っていた以上に大切という言葉でした。まあ、なかなか人はですね、こう自分自身のこの動きとか声をですね、聞くという機会は本当に少なくて、自分自身もこの音読をやっていなければ、本当にですね、なかなか自分で撮った動画、しかも自分がこの喋ってるところとか、自分がですね、動いてるところを自分で撮って、まあ、それを聞き返すということはなかなか普段ですね、経験することはないと思います。で、写真とかですね、まだしも、まあ、静止画とかですね、写真とかであれば、まあ、たまに自分のですね、写真を撮ってもらったり、まあ、分けてもらったりして見ることはあると思いますけれども、その写真とは違って、やはり自分の動きというのはですね、自分が思っているような動き等をですね、他人から、もしくはこの動画なりでですね、客観的に見る動きというのは若干違っていたり、ただ違っているというかですね、自分で思っているような感じではないんだなということに気づいたりすることがあります。なので、できることがあればですね、自分なりに何かしらの機会に自分の動きを取ったりですね、声を取ったりするような機会があれば、それを見返してみて、で、それをですね、まあ自分自身もそうですけれども、なかなか人はですね、自分の動きとか自分の声をですね、聞くのが本当に、まあ、言ったら慣れなければ、ちょっとですね、抵抗があるような気がします。私自身も自分でですね、自分の動きとか声をこう実際に見てみて、それを慣れるまでには本当に時間がかかって、こうして音読をしていてもですね、多分最初始めた頃はですね、全然見返すことができなくて、で、見返してみてもですね、ちょっとやっぱり違和感とかですね、言ったらこう自分でちょっとしっくりこないし気持ち悪いなと思ったりすることもあったり、することがずっと長く続いて、本当に少しずつ、まあ見慣れてきたり聞き慣れてきたりとかして、で、まあそれでもまだですね、ちゃんとなんか冷静に人のことを見るように自分自身の動きとか声を聞くということは、なかなかまだそれがですね、他人の人を見るようなのと同じ感覚ではまだそこまでは至ってない気もします。まあそのぐらいですね、自分自身の動きとか、まあその声を聞くということについては抵抗が個人的にはあるし、で、まあ、もしかしたらそういう人も多いのかなと思うし、中にはですね、別に自分の動きを見たり、まあ、今の特に若い子たちは、スマホが当たり前で撮ったり撮られたりすることが当たり前であればですね、私たち世代よりは見慣れたり聞き慣れたりする速さは速いと思いますけれども、それでもやっぱりですね、まあ、人によってはなかなかそれが抵抗あるという人も多いと思うので、ただそれでもですね、時折見てみると、あ、自分としてはこういうふうな感じで動いてるんだとか、自分の言い方っていうのはこういうこと、こんな感じなんだということが分かったりすることによって、あ、じゃあこうしてみようかな、ああしてみようかなとか、まあ、もしくは何かですね、機会があって人前で喋るときには少しそれが参考になったりというようなこともあるかもしれないし、まあ、それにはですね、ただいずれにしても本当に時間もかかるし、自分自身のこの声とか動きをですね、まあ、聞き慣れすぎて、見慣れすぎてですね、あ、これもう自分最高じゃんみたいに思う人もですね、中には出てきてしまうと思うと、それはそれでちょっと痛々しい感じもしてしまうので、まあ、本当に適度にですね、自分の動きを見慣れたり、適度に自分の声を聞き慣れることによって、まあ、それが何かの機会にですね、こうプラスに働くようなことが出てくるかもしれないし、ということで、やっぱり自分自身の存在を自分自身がきちんとですね、受け入れて、そして認めてですね、まあ直すというかですね、こうした方がいいなと思うところは改善すればいいし、あ、ここはこれでいいなと思うところはそこを伸ばしていけばいいし、というような気もするけれども、なかなかそういう機会がないので、機会があればですね、適度に自分自身の動きを自分自身で見慣れて、そして適度に自分自身の声を自分自身で聞き慣れるというような、
まあ、そんな作業も必要だし、まあ、自分自身では思っていた以上にそういう作業というかチャレンジというか、自分なりにこの自分を客観的に考えるんじゃなくて、見てみる、この動画でも何でもですね、まあ、動画でしか見れませんけれども、自分自身というものをですね、客観的に見てみるということも本当に思っていた以上に大切だし、まあ、それなりにですね、時間はかかるけれども効果というものがあるんじゃないかなというふうに感じたということでした。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の割値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の割値は33,000円65銭、33,000円65銭ということで、おとといに比べるとプラス584円65銭、プラス584円65銭ということでですね、33,000円台を33年ぶりに回復ということで、まあ、1990年ということになりますよね。本当にバブルが崩壊した年で、その年にですね、つけた36,000円高、37,000円高を頂点にして、まあ、株価が下がっていくというような現象に当時はなったわけですけれども、まあ、その時以来33,000円台の回復ということなので、まあ、これがこのまままたですね、少しずつじりじり上がっていくのか、まあ、もしくはですね、まあ、今回に関してはまたですね、一旦この上がれば下がるという現象がどこかで起きるとは思いますけれども、それがどのような形でですね、まあ、この先肩が下がっていくのか上がっていくのかというところ、観察しておく必要があるなという気がしますね。そして円ドル相場については1ドル139円48銭から50銭、1ドル139円48銭から50銭ということで、こちらはですね、おとといに比べると2000の円高ということで、本当にピタッとですね、動きが止まったように見えるような気がしますね。そして、ですね、今日の音読の題材に取り上げたい記事の一つ目についてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目からですね、タイトルは財源も明示して少子化対策を前に進めようということで、昨日ですね、岸田総理大臣が記者会見を行って、子ども未来戦略方針というものを発表されたということを受けて、それについてですね、解説をしてくれるような、まあ、もしくはちょっとした提言も加えてくれるような記事となっているようですので、まず一つ目にはですね、こちらの今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目から音読していきたいと思います。財源も明示して少子化対策を前に進めよ。少子化は先送りできない待ったなしの課題、2030年代に入るまでがラストチャンスだと岸田文雄首相は6月13日の会議でもこう繰り返した。不退転の覚悟を表明してきた以上、対策を自らの指導力で力強く進めるべきだ。政府が子ども未来戦略方針を決定した。若い世代の所得を増やすといった基本理念と早急に実施すべき具体策を挙げている。中でも児童手当の所得制限の撤廃や第三子からの増額など経済的支援に重点を置いた。若い世代が安心して結婚をして家族を持つには自らの就労で一定の経済基盤を築くことが大事だ。賃上げやリスキリングによる能力向上支援、非正規の正規化などの実効性が重要。経済不安は未婚化、少子化の要因だけに、労働政策をもっと正面に据えるべきだ。少子化の背景には女性に偏った家事・育児分担や両立を難しくする公職的な職場の長時間労働がある。戦略方針もこれらを変える重要性を指摘している。いずれもこれまでも繰り返し指摘されながら果たせなかった課題である。具体策に挙げた男性の育休や育児期の柔軟な働き方の促進もさらなる工夫が必要。何より今回の戦略方針は年間3兆円台半ばとする費用の財源が示されない中途段階の内容である。児童手当など給付拡充は費用負担のあり方次第で家計への影響が変わるので、今の状態では国民は政策の是非を判断しにくい。政府は社会保険料の徴収ルートを活用して育児支援の費用を幅広く集める支援金制度の設計を年末に固める考えだ。一方で国民負担の増加を抑えるため既存の社会保障の歳出削減に取り組む方針だという。高齢化で増えていくはずの保険料や税負担は歳出改革で抑制する。育児支援で新たな負担が発生しても国民全体として実質的に追加負担を生じさせないことを目指すと戦略方針に明記した。
医療や介護の無駄を排除したり効率化を進めたりする改革は極めて重要。高齢化で上昇が続いている保険料を抑制できればそれ自体が育児世帯の支援になる。ただ医療費や介護費の削減には関係者の反発が予想される。改革を実現させるには首相のリーダーシップが欠かせない。強い覚悟と責任を持って政府は年末までに必ず負担と受益の全体像を示してほしい。ということでですね、昨日岸田総理大臣が記者会見を行っている様子をちらっと動画で見ましたけれども、まあ、ちょっと中身的にはですね、今まで聞いてきた話とそう大差なかったり、もうすでに何回か耳にしたりしてきたことだったりもしたので、中身をしっかりと確認したわけではないですけれども、とにかく少子化対策待ったなしということと、まあ、もちろん高齢化も含めてですね、様々な分野に目配り気配りしていきながらですね、問題を必ずですね改善していく、まあ、もしくは両立とかですね、まあ、いろんなところはある程度のこの優先順位とかですね、この幅の手厚さというものを少しさじ加減をしながらということになると思いますけれども、もうこれからですね、こういった改革、仮に少子化対策ですね、効果が出始めるとしても時間が本当にかかることになってくるので、その辺のところ2030年代までがラストチャンスということだそうですので、今2023年、これから2030年までに効果が目に見え始めるといいなというふうに思ったりしますね。そして2つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の社説の2つ目からですね、タイトルは日欧、日本と EU ですね、ヨーロッパ、安保協力の流れを止めるなということだそうですので、まあ、日本と、NATO に関する話ということだそうですので、こちらもですね、2つ目の音読の題材として、日本とこの EU の安全保障に関する話題も学んでおきたいと思います。日欧の安保協力の流れを止めるな。北大西洋条約機構 NATO が検討していた東京連絡事務所の開設にフランスのマクロン大統領が反対を表明した。中国との関係に配慮したとみられる。中国やロシアの権威主義に対抗するには民主主義陣営の結束が欠かせず、足並みの乱れは世界に誤ったメッセージを発信しかねない。NATO と日本は2024年中に、来年中ということですね、東京に連絡事務所を設置する方向で調整を進めている。NATO の決定は全会一致が原則であり、加盟国であるフランスが反対を貫けば実現は難しくなる。英国のフィナンシャルタイムズによると、マクロン氏は NATO が北大西洋の地理的な枠組みを超えて拡大すれば、我々は大きな間違いを犯すことになると発言した。フランスのセトン駐日大使も NATO の東京事務所開設には賛同しかねると述べた。マクロン氏は4月にも台湾情勢をめぐり、欧州は米中のいずれに対しても追随を避けるべきだとの趣旨の発言が報じられた。差し迫ったウクライナの危機に直面する中、米中の覇権争いに巻き込まれたくないと考える欧州の政治家や政策当局者は多い。一方で日本や米国ではウクライナ支援強化への慎重論や反対論がくすぶっている。だが内向きの外交姿勢や安全保障戦略はグローバルサウスと呼ばれる新興国途上国の欧米への失望を深めるだろう。利益を得るのは欧米の衰退を主張する中国ロシアに他ならない。岸田文雄首相は欧州とインド太平洋の安保は不可分と訴えてきた。ロシアの侵攻を受けたウクライナによる反転攻勢の成否は将来のアジアの平和と安定に大きく影響する。同様に中国の覇権主義の拡大は欧州にとっての脅威でもあるはずだ。民主主義陣営に問われているのは自由で開かれた現状の国際秩序で力を変更しようとする試みにどう対処するかである。価値観を共有する国は結束を強めて抑止力を維持する必要がある。ということでですね、まあ、とにかく安全保障分野に関しては私たち、まあ、一般国民に知らされている話とですね、当然ながら知らされていない話があるはずなので、なかなかこの全体像を私たちが判断するということは難しいと思いますけれども、この日本にですね、 NATO の東京事務所開設がいいのか悪いのか、ちょっと私たちにはですね、にわかには分からなかったりすることもありますけれども、こういう問題も今世の中で起きているということぐらい頭に置いておけば、日々流れてくるニュースの見方というものもまた少し変わってくると思うので、この手の話もですね、毛嫌いせずにしっかりと自分なりに追いかけるだけはですね、追いかけていきたいなというふうに
感じるということですね。そして3つ目の音読の題材としてはですね、カルチャーコンビニエンスクラブというですね、ところがこの T ポイントというですね、ポイントを展開していましたけれども、それがですね、三井住友グループのですね V ポイントと統合されるということで、これがですね、また私たちのポイントに関して、ポイント集めに関してですね、どのような効果が出てくるのかということが非常に楽しみでもあったりするし、また余計に複雑になってくるなというふうに思ったりもするので、この辺のところもですね、今の社会情勢と社会の変化の一つとして学んでおきたいなというふうに思います。ポイント経済圏金融に軸ということで、この T ポイントと V ポイントが来年の春に統一することになって、8600万人規模になるということだそうです。カルチャーコンビニエンスクラブと、それから三井住友フィナンシャルグループは6月13日、2024年春に統合するポイント事業の戦略を発表した。新たに提供する V ポイントは8600万人の会員数を抱えて、投資信託など金融取引の利便性を武器に顧客層を囲い込む。ポイント経済圏競争の連携の軸足が小売りから金融に移り始めている。顧客価値を伝えるには V の名前を借りた方がいいと、カルチャーコンビニエンスクラブの増田宗明会長は6月13日の記者会見でブランド名の狙いをこう語った。カルチャーコンビニエンスクラブが手掛ける T ポイントの象徴である青と黄色のデザインは引き継いだが、名称を三井住友フィナンシャルグループの V ポイントに寄せたのは、 V ポイントに勢いがあることを意味している。三井住友フィナンシャルグループはスマートフォンを起点にした金融サービスへの転換を進めている。軸となるのが銀行、カード、証券、保険などをスマホで一体提供するオリーブだ。オリーブはグループの金融サービスを一つのアプリで提供して、利用に応じてポイント還元率が高まる。3月のサービス開始から2ヶ月で50万人の利用者を獲得。この間の三井住友銀行の口座開設のペースは例年の2倍超。提携する SBI グループの証券口座数は1000万を達成して、1年前から 18% 増えている。共通ポイントの先駆けとして2003年にスタートした T ポイントは事実上消滅することになる。手数料と購買データを受け取るモデルで一大勢力を築いたが、 QR コードやクレジットカードなどとの融合が普及の鍵となる近年の競争で、楽天ポイントや D ポイントに劣勢だった。 V ポイントは会員数が約2000万人と顧客基盤が小さいのが弱点だったが、 T ポイントとの統合で克服できる。新 V ポイントの名寄せ後のアクティブユーザー数は単純計算で8600万人。単純比較は難しいが、1億人を超える会員を抱える楽天ポイントやポンタなどと同規模の勢力になる。 V ポイントは15万店の T ポイントの提携先と、世界で1億店以上あるビザ加盟店で貯めて使えるようになる。 T ポイント加盟店での三井住友フィナンシャルグループのカード利用で高い還元率でポイントを得られる仕組みも検討する。ポイントを消費者間で融通できるサービスも開始する。新機能は現在の T ポイントのスマホアプリの名称を変更した上で追加する予定。共通ポイントはコンビニエンスストアやインターネット通販などで貯められたり使えたりする使い勝手の良さが競争の主軸だった。だが同じ小売店で様々なポイントが利用できるようになり、手作りじゃなくて小売りの連携では差がつきづらくなっている。こうした中での注目を集めるのが金融サービスとの連携。2024年から拡充、恒久化される新しい少額投資非課税制度 NISA を控えて、ポイント還元のニーズは高まる見通し。楽天証券は6月の買い付け分から楽天カード決済を利用した投信積立で還元率を上げた。 NTT ドコモと三菱 UFJ 銀行は2022年携帯電話料金の引き落としや給与の受け取りなどの利用で D ポイントが貯まるデジタル口座サービス D スマートバンクを始めた。 PayPay 証券は3月末、第三者割当増資で資金調達をして、新たに PayPay が筆頭株主として加わった。両社が連携をして機能やサービス拡充を進めていく方針だ。
ということで、ポイントサービスがですね、普通のお店で貯める、貯まるポイントよりもですね、やはり金融商品などとの連携によって、さらにそのですね、まあ、還元率が高くなったり、効率が良くなったりということで、まあ、そういったまた次のステップ、フェーズに入ってくる、来ているということだそうですので、まあ、本当にですね、この T ポイント自分自身も長らく貯めてきたりしていましたし、このレンタルビデオから始まったカルチャーコンビニエンスクラブがですね、ポイントでは本当に幅広く展開 してきたなというふうに感じていたところ、やはりこのネットバンクとかですね、それからこの、なんて言うんでしょうね、キャッシュレス決済の中で少し遅れを取った中で、この T ポイントじゃなくて V ポイントと連携をして融合していくということな展開となってくるそうなので、まあ、これ開始はまだ来年の春だそうですけれども、なかなかこのポイントですね、楽天ポイント、その他さまざまなポイント戦争がですね、ものすごい火花が散ってるなというふうに感じていますし、まあ、これから先私たち消費者にとって少しでも得になる話が増えてくると、それはそれでありがたいなというふうにも思います。ということで、今日はですね、2023年、令和5年の6月14日の水曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。